こんにちは、蜘蛛の助副隊長です。今日は大洲市上田中の桐生キャンプ場にやってきました。これからこの奥にある明治時代に作られたあるものを見ていきたいと思います。その昔、この田中三山一帯では良質なヒノキが育っており、奈良時代より重要な建築材料として切り出されていました。繰り返された伐採の結果、山は荒廃し、土石流による土砂災害がたびたび起きるようになったそうです。そのため明治時代に入ってから治山の一環としていくつもの砂防堰堤が築かれました。その中の一つがこのオランダ堰堤です。このオランダ堰堤は明治22年に完成し、今も稼働している砂防堰堤です。階段状に積んだ切石と緩やかな曲線が特徴の美しい堰堤で、滋賀県内においてはもちろん、石積み砂防堰堤としては国内で最も古い堰堤の一つにも数えられている、とても歴史のある構造物なのです。石積みを階段状にすることで、上流から流れてきた水の勢いをここで減少させ、水たたき部、この底の部分ですね、こちらが削れるのを防ぐ役割も果たしています。